その頃、室戸廃校水族館では、緊張するね。ユニークな書き初め体験が行われていました。使うのは書道に使う墨汁ではなく、純度 100% アオリイカのイカ墨です。この日のために地元の人や水族館のスタッフが10杯以上を釣り上げました。普通の墨汁と比べて書きやすかったです。普通のなんか墨汁とはまた違った感じというか、匂いもそうですし、やっぱ匂いますなんかイカの匂いがほんのり。水族館には年末年始の6日間に3452人が来館。ピーク時と比べると6000人以上少ない静かな正月となりましたが、訪れた小学生は気持ち新たに筆を走らせていました。子どもたちの作品は館内に1年間展示されます。